いけるでしょう。頑張って。多分これは人に考えたらちょっと無理ですけどね。はい。絶対届かないと思って。よし。これ届いたらちょっとすごいけど。なんか映画見てるみたい。うん。これはちょっと。本当っすね。僕もちょっと無理だと思うんだけど。どう頑張っていこうか。頑張って。はい、よーい。はい。みんなも練習してみてください。みんなも練習してみてください。あっ、はい、もう一回バシッと思いっきり蹴り込まないと痛みを感じない男だから。はいはいはい、いきます。みんなもやってみて。みんなもやってみてください。じゃあカノンポーズで。カノンポーズですか。どうなんですか。はいはい、蹴るんじゃなくて乗ってから確認して蹴ることです。はい、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 みんなもやってみようって言うんだよ。みんなもやってみよう。そう壁走ってて、壁を別の足じゃなくて同じ足で蹴って後ろのミットも蹴ります。はい、はい、じゃあやってみて。はい、いきます。お願いします。お願いします。はい、いきます。これは1本目が高く上がれば
結構落ちないでそのまま蹴れます。もう一回いきます。だけいきます。いや。ハイキングエンジェル。まずは相手に胸ぐらをつかまれた時の対処法です。お願いします。まずつかまれた時、相手の手首を両手でしっかり持ちます。で、体をこうひねって、手首を決めながら脇で、こっちの相手の肘も決めて、相手を倒すという技です。コツはちゃんと腰を切って、両方しっかり決めることです。早くやってみます。はい、まず掴まれた時、自分の手を使って相手の手を自分の体にしっかりと密着させて、このまま相手を崩していきます。崩れたところに小手でとどめを刺します。早くやってみたいと思います。お願いします。はい、こんな感じです。これは簡単にできるものなので、女性の皆さんにはぜひ覚えてもらいたいと思います。でもこんな時慌ててはいけません。対処法があるんです。まずこの腕を離さないとどうにもできないので、斜め前に出ながら腕を開きます。これで相手の腕が外れたチャンス。ではこの腕を持って一気に決めちゃいましょう。これは手首と、この肘が決まってるんですね。これで悪い敵も倒すことができます。では次は早くやってみたいと思います。はい、こんな感じで簡単に倒せます。本当かよ。うわっ、はい、これなら何人来ても大丈夫です。肩を狙って肘を入れます。これで相手が一瞬ひるむ隙に首に手を回し、背中をしっかりと掴んで自分の体に密着させ、このまま腰を切ります。はい、これで相手の体勢が崩れたところを、今練習なので思いっきりは締められないんですが、首をグッと締めることによって大きな相手でも倒すことができます。可愛い女の子は特に用心してね。敵は何人いるかわからない。ではまず避けましょう。はい、それからです。それからもう一発、相手はかわしたら打ってきます。それを次は相手の内側に入ってナイフが当たらないようにガードしつつ、肘を攻撃して一瞬ひるませます。そこの隙を狙って腕を一回決める。はい、これはこの肘が決まってますね。はい、そこから相手にこのナイフを突きつけるようにしながら、これを使って倒します。ナイフがあるので相手も怖くて倒れます。はい、それでここから相手にナイフを突きつけた状態にしておきたいので、これを首の根元から離さないようにしながら、こちらの手をここで止めておくということで、これでもう相手は反撃できないので、この隙に助けを呼びましょう。うわー、ぐっ、うわ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 っ、う
こんな感じです。油断してんじゃねえぞてめえ。敵は一人とは限りません。はい、カット。ないと思う。これで OK です。いや敵は何人いても同じこと。